はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画レイコーです。ダビスタリオンマスターズやっていきたいと思います。さて、今は2月24日週末です。ようやくですね、寒さもちょっとずつ和らいできまして、朝も日の出日の入りもだんだんとですね、春に近づいたなって感じはしますね。おっと、魔人北さん、ブラックスバルグラン、そうか、シュバルグランって、大魔人が持ってたんだよな。去年だったかな？そう、楽鉄だ。楽鉄あったな。うわぁ、すごい彫りが深い。リアルだなぁ。カズマです。そうですね、そうですね、でかいです。まあ、馬主としてもこの人はここ数年好成績上げてますよね。先ほどシュバルガーなんかもそうですしね。ユグロス、ユグロスもそうなのか。おや？お願いがある？どうしたんだろう。あ、前にビブロスが走ってた時に、その、大魔人イベントっていうのを、このゲームやってたのかな？なんかすごい、なんか、あれですね。音楽が、レインボーブリッジを封鎖せよっていう感じの音楽ですよね。魔人配合。魔人プロスパーもこの人かな、じゃあ。そうか、前もイベントやったのか。みんな付けっぽいですよね。初くらい。魔人配合っていうのをつけないといけないのか。でもね、3月11日まで1年経過しないといけないんですけど、あー、一つ方法があった。繁殖牝馬買えばいいんだ。プレゼントをいただいとこう。これも問題があって、なんで丸ごといただけないんだろうっていうのはありますよね。こっちは一括受け取りあんのか、ちょっと不思議かも。なるほど。繁殖牝馬を買ってみようか。でも繁殖牝馬って、そうか、すでに買えるわけじゃないからな。買
回想録、多分さっきのイベントが増えたのかな。そうだな、なるほど、昔魔人の感銘っていうのがあるんだ。誰だろう、あーそうか、マー君なんだ。こんなイベントが昔あったんだ。マー君って痛みですよね。痛みは何度か行ったことがあります。意外と坂の大阪平野なんですけど、坂とか丘陵の多いところですね。その地形的にも楽しめる場所でした。図書館なんかもすごい和風でいいんですよ。抽選できるみたいですね。今6枚持ってんのかな。馬天石今2593枚持ってますね。ということは次馬天石でやっていいんだ。チャレンジしてみましょう。ハムハム、おお、あれさす父かすな、なでんごって、なでしこかな、なでんごって、実はですね、私、別にですね、スター・ウォース・ポケットというゲームもやってるんですけど、WBC という、G1 を取った馬が出せる、まあ、対戦レースがありまして、まあ、いくつか馬主が参加してですね、なんか特殊なコースで叩き合うレースなんですけど、そこに出走登録馬として、父かすなでしこという、なでんごかが出てきましたね。チューベアハートも、そのレースの定番です。おっと、これシビルオーっていうのは結構いい馬なのかな？ゴールド、グラスファンダン。スペシャルウィーク。権利？なんだろう？コンデュイット。おっと？これはなんだ？ブラックタイガーフェアだ。おお、才能クローザー、一級入魂。なんかすごそうですね。これとこれは何が違うんだろう。人気種牡馬、新規才能3種。S チケット種牡馬抽選会っていうのもできるみたいですね。ダミフレっていうのもあるんだ。ちょっと見てみましょう。ちょっと落ちるかもしれないですけど、大優作。でもこれ星読んだ。今度はなんだ、イスラボニータ。おお、まあ、まずまずですね。絆もいるし、ケームホーム。また出てきた。バトルプラン。確かに、見劣りはするですけど、注目はありますよね。さ
って、ブロンズチケットっていうのを持ってるのかな？まだ ないんだ。ちょっとこれもやってみましょう。なんだろう。いや、今度はこれは結構、4星か。レインボーだ。バンブーアトラス。なんか、昔のダビスタでお世話になったような。おー、松井田ゴッホだ。懐かしい。釣り要素も結構いい。さあ、これは来るぞ、虹。対出よし。なんかまた、プレゼントされますよね。抽選というか、これ、放牧はできるってことかな。重い。2頭しか今いないのか。放牧が結構多いみたいで。報酬として馬蹄石がプレゼント。そんな感じですね。再入給します。さあ、レース出ますね。一応このレース出るとこまで行ってみようか。特別調教でなんか、お、すげえ！大魔神の調教が加わってますね。いつの間にか。ちょっと詳細見てみますか。なるほど。条件はあるみたいですけど、面白そうですね。このクローザーっていうのを作ってみますか。さあ、レースですね。クルツークローネが立冬ステークスに出てまいります。さあ、どうかな。東証カズンが一番人気でも20丸が一つもないんですよね。ティーアップワイルドが2番人気、タガノイクリプスが3番人気、普通クローネは5番人気ですけど、20丸1つやります。他にアウトクラトールやバンブーエールに20丸がありますね。ちょっと投票数が人気なものの混戦状況ではあります。どうだろう。2ゲームは敬愛天神しかいないんだけど、前に行く馬はちょっと多いですよね。さあ、状態を見てみますか。状態まずまずいいと出ます。逃がして敬愛天神に行かせるのも尺ですので、逃げてみましょう。スタートですね。さあ、ゆっくりゆっくり上がってまいりました。そうですね、敬愛天神が行ってその2番手につける感じの競馬ですね。やはり、まあ、外枠だったんで仕方がないでしょう。この辺はさあ、ここからですが、さあ、どこまで頑張れるか。まだ先頭に躍り出ない。外から来て、あっと一気に後退していく。あー、苦しいですね。ここで粘ってほしいけど、掲示板には乗ったかなーっていう程度で。でも、あっさり逃げられちゃいましたね。5着です。これは、あ、まだ一掃してるのか。
こんなわけで、大魔神のイベントってこうですね、シュバルグアンとビブロスと戦う。BC 登録をする。登録だけしてみますか。感じですね。はい。というわけで、BC の BC レジェンド、これか。どうも。しばらくやってみましょう。条件に合う必要があるのか。ブリーダーズカップにもどんどん出していかないといけないかもしれないですね。はい、というわけで、ダービースタリオンをお送りいたしました。はい、説明欄にツイッターあとブログのアドレスを記載しております。よろしければ見に来てください。チャンネル登録まだの方、ぜひともよろしくお願いいたします。また最後に鳴らします関連動画プレイリストも見ていただくと嬉しいです。ゲーム動画で行こうでした。